北朝鮮の制裁犯を国連が認定国連安保理の専門家パネルが北朝鮮が大量の制裁犯を行ったと先日認定いたしましたこちら北朝鮮が昨年の1月から8月までに少なくとも148回のせどりを行い年間50万バレルを超える石油製品を輸入したと さらにロシア産と偽って合わせて558万ドル分の石炭や鉄を輸出したと。また北朝鮮が少なくとも15隻の中国寄生に対して漁業権を販売し、外貨を獲得していると。さらに北朝鮮のウラン鉱山で 採掘ががが行行わわれれててており、北朝鮮が核開発を継続していると分析が行われております。こちらは北朝鮮は国連制裁に違反し全くですね反省していないことが明らかになりましたので日本政府にはこういった背取りに対する監視だけではなくて背取りを摘発できる体制を整えていただき これ以上、北朝鮮が制裁違反を繰り返せないような体制を早急に整えていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。